しました。めちゃめちゃ大変でした。なんか溶けてる。もう来ないからね。いただきます。
セットで、たまごっちのプチプチおみせっちっていうカセットがあって、その中になんかこのマルチが、マルチというかいろんなたまごっちのキャラクターがお店に来店してくるんですけど、だからその中でちゃんといいサービスができなかった時に、まあお金はもらうんですよ、お店側なんで。で、何ドルに、何こっちかな、なりますって言ったら、いいサービスしてないのに、まあお金払ってるから、このマルチさんがもう来ないからねって言って帰っていくんですね。で、そっからなんかもう来なっていう、あだ名がついたみたいです。もうその動画見てすんごい爆笑っていうか面白くなっちゃって、私ももう粉大好きになりました。じゃあもう粉単品をいただきます。結構ねお顔が難しいんですよ、シンプルがゆえに見せるのが難しくて、なんかもう溶けちゃって。最初生地作った時になんか色が薄いかなって思ったんですけど、茹でた後に